皆さんこんにちは、なおこです。今日はスペインの街を散歩して家に帰ってピザを食べます。それだけの Vlog です。特に面白いことは起こりません。ですが日本語のリスニングとして楽しんでいただけたら嬉しいです。ここは私が住んでいるスペインの北の街です。本当に可愛い街並みが続いていますね。日本の街並みとは全く違うので、歩いているだけで本当に面白いです。あ、ちなみにこれは何というか知っていますか？そう、影と言います。そしてこの日はめっちゃ暑かったです。そう、最近スペインでは30度を超えるとても暑い日が続いています。このひどく暑いことを猛暑と言います。そしてひどく暑い日のことを猛暑日と言います。そう、この日は35度の猛暑日でした。ここはこの町の中心地です。休日にはたくさんの人が集まります。そしてあの車は倒れた人などを運ぶ車、そう、救急車と言います。ちなみに日本の救急車は白色です。そう、でもスペインの救急車は黄色みたいですね。皆さんの国の救急車は何色ですか？なんとこの小さな町に寿司レストランが最近オープンしました。これはオープンしたばかりの寿司レストランです。まだ行ったことはありませんが、今度行ってみようと思います。見てください。ピカピカって書いてあります。これは、スペインの自動販売機。自動販売機なんですけど、このピカピカって日本語のオノマトペでどういう意味か知っていますか？そう、あのポケモンのピカチュウみたいですね。ピカピカ。このピカピカというのは何かが光る様子を表しています。例えばほら、これ今電気がついています。これをピカピカしてるとか、言います。あとは何かが輝いている状態のことをピカピカと言います。見てください。なんと自動販売機にハンバーガーとかが売っています。見てください、ここに愛と書いてあります。これは日本食レストランです。わさびって書いてあります。はい、散歩から帰ってきました。そしてスーパーに行ってちょっと買い物をしたので、何を買ったか紹介したいと思います。まずはじゃじゃん。そう、スペイン語でポジョ、これは鶏肉です。チキンですね。そう、最近スペインではあのスーパーの値段というか、スーパーに売ってるご飯、野菜とかお肉の値段がとても上がりました。そう、値上がりしました。だから最近はあまりお肉を買いません。でも今日はこの鶏肉が 50% オフだったので鶏肉を買いました。そう、これを 50% オフとか、あとは 50% 引き、あとは、半額と言います。半額。そう、だから私は今日半額の鶏肉を買いました。ゲットしました。そしてあとはクリームチーズです。そう、ファミリーパックでこんなに大きいクリームチーズです。そしてあとはじゃじゃん、冷凍ピザを買いました。普段はなかなか冷凍ピザを買うことはないんですけど、今日はちょっとたくさん歩いて疲れたので今日は冷凍ピザにします。日本では本当に冷凍ピザを買ったことはほぼないです。だけどスペインの冷凍ピザはとても安くてびっくりしました。そう、だからちょっともう疲れて料理をしたくないっていう時に冷凍ピザを買ってしまいます。
ザ冷凍ピザを作っていきたいと思います。まずはこの箱を開けます。じゃじゃーん、いいですね。このビニール袋を破きます。はあ、そうだ、その前にオーブンをつけました。200度くらいかな。この何も入れてない状態で最初にオーブンをつけることを予熱すると言います。予熱、そう、今予熱しています。そしてオーブンの中を温めた後にピザを入れます。すごい、ちゃんとこの具がたくさん乗っています。具がたくさん乗っているピザです。そう、こういうのを具だくさんのピザと言います。具がたくさんあることを具だくさんと言います。ここで問題です。 A と B どちらが具だくさんでしょうか？正解は B です。なぜなら B にはたくさんの具が使われているからです。ピザをオーブンに入れます。そして2つ目、バルバッコア味を開けていきます。なんかこの箱を開ける瞬間って少しワクワクしますね。じゃじゃーん、バルバッコア味のピザです。これもたくさん具が乗っています。具だくさんのピザです。よいしょ、これもオーブンに入れます。じゃあピザをオーブンに入れたので、これから10分だけ待ちます。オーブンが鳴ったのでピザを出します。じゃじゃん、わっつ、熱い。じゃじゃーん、熱っ、めっちゃ熱い、熱い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 、おーっとっとっと。もう一つピザを取り出します。じゃじゃーん、これがバルバッコア味のピザです。はい、やっと完成しました。冷凍ピザ2枚です。これとあとはバルバッコア味。じゃあ、食べる前にまずピザを切ります。カットします。もしかしたらイタリアの人たちはピザを切るピザカッターを使うかもしれないんですけど、ピザカッターがないので包丁で切ります。よいしょ。ちょっとさ、1枚食べていい？うん、ありがとう。はい、じゃあピザを切ったので早速食べたいと思います。私はまだイタリアに行ったことがないので本場のピザを食べたことがありません。そう、早くイタリアに行って本場のピザとパスタを食べてみたいです。じゃあバルバッコア味のピザをいただきます。ちゃんといただきますをします。いただきます。いただきます。うん、うん、おいしい。うん、おいしい。うん、このピザはこの生地がとても薄いですね。そう、皆さんは生地が薄いピザと厚いピザどちらが好きですか？私はこの薄い生地のピザが大好きです。この薄い生地のピザはサクサクしていて美味しいですよね。そしてこのここの生地の部分がカリカリしています。サクサクしてカリカリしています。本当に美味しいです。カリカリとサクサク、何が違うと思いますか？カリカリはよく焼いたベーコンやよく揚げたポテトチップスなど硬いものに使います。そしてサクサクはクッキーとかウエハースとか
この噛んだ時にちょっと軽いものに使います。じゃあ次はキノコとサラミの味のピザを食べます。見てください、チーズが伸びています。チーズが伸びています。いただきます。うんうん、これはすごいキノコのこのマッシュルームの味がすごいしてとっても美味しいです。じゃあゆっくりちょっと椅子に座って食べたいと思います。じゃあこれが今日の私の Vlog でした。最後まで見ていただいて本当にありがとうございます。じゃあまたねー。